Hello, my friends. It is a painting of Saint Jerome, which has been said to be an unfinished masterpiece by Leonardo da Vinci. Wikipedia English writes that the painting depicts Saint Jerome during his retreat to the Syrian desert, where he lives a life of a hermit. The saint kneels in a rocky landscape, gazing toward a crucifix which can be discerned faintly sketched in at the extreme right of the painting. In Jerome's right hand he holds a rock with which he is traditionally shown beating his chest in penance. At his feet is a lion, which became a loyal companion after he extracted a thorn from his paw. The lion, the stone, and a cardinal hat are the traditional attributes of the saint. I, Hiroshi Hayashi, just wonder what is written here, all correct or true. My translation is a quite different one from this traditional viewpoint. ダ・ヴィンチが描いたとされる聖ジェロームの絵です。懺悔の石、助けたライオン、それに枢機卿の帽子が描かれているため、聖ジェロームの絵と判断されています。そしてこの絵はその一方でダ・ヴィンチの未完の大作と呼ばれていますが、本当にそうでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵画は絵画ではありません。1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストから、私たちのような未来の人間に対するメッセージですというのが私、林博の基本的な考え方です。で、今日またセント・ジェロームの絵と東方の三博士の絵について検証を加えたいと思います。で、左がセント・ジェロームです。そして右が東方の三博士と呼ばれている絵です。これらの絵はいわゆるホログラムで投影された風景、様子をですね、描いたものということになりますが、まず私が気になったのはその下のですね、地面の部分です。上と下を比較してみてください。全く同じです。つまりホログラムのキャンバスが同じということになります。その上にホログラム、つまり立体映像が映し出されているということになります。そのことは順にこの動画の中で説明していきますが、この絵は本当に聖ジェロームの絵なんでしょうか。そして下は本当に東方三博士の絵なのでしょうか。この絵の中にもいくつかの隠し絵、騙し絵が仕込んであります。その一例を皆さんにご覧いただきます。まず左のセント・ジェロームの絵ですけども、後ろに岩が見えます。この岩とセント・ジェロームの胸に描かれている、岩のような模様がですね、一致します。ですからこの黄色い部分を後ろに貼り付けてみますと、それはコーカサス地方だけでも3000個も残っている穴あきドルメンの形と一致します。注意深くご覧ください。そして穴あきドルメンイコール、つまりは子供を閉じ込めておくための餌としての、子供を閉じ込めておくための、岩屋と私はそのように判断しています。で、このセント・ジェロームの絵の中にも騙し絵、隠し絵が仕込んであります。先ほど切り抜いた部分をよく見てください。目がしっかりと2つ描かれています。口も描かれています。苦痛と恐怖におののいている子供の顔ということになります。つまり穴あきドルメンイコール、つまりは人間の子供を閉じ込めておくための折節へとつながっていきます。となると右の絵もですね、普通の絵ではないと考えます。この腕の部分に注意してください。イエスと呼ばれている子供の腕に3本の指らしきものが描かれています。この手法はイエスの洗礼の中でも使われています。つまりここに描かれているのはその後ろのマリアの手ということになります。左下にも黄色い手が見えますが、これはダミーです。同じ手法が受胎告知の絵の中にも使われています。ともかくもここではこの白い部分の手に注意してください。つまりこのマリアは魔女であることを示しています。この白い部分ですね。で、同じ手法を受胎告知の中でダ・ヴィンチは使っています。マリアの足元を見てください。フクロウのような置物の下に3本指の魔女の足の指が描かれています。3本指です。つまりこのような形で、騙し絵、隠し絵という形でマリアは魔女であることを示しているということになります。で、同じ手法でこのイエスの腕にもそれが描かれていると私、林博は判断しました。はっきりしませんが、そのように考えるとですね、つまり一連の流れがこれで説明できるということになります。左は苦痛に歪んだ子供ということになりますと、右の子供もそういう子供ということになりますが、よくよく見ますとやはりおかしな点がいくつかあります。頭にも奇妙な点があります。で、一般には未完の大作などと呼ばれていますけども、神が1500年後のイエスがルネサンスの時代に現れて、未完の大作など残すはずがないのです。神は未完の大作など残しません。続く動画の中でこれらの絵が、つまりはルネサンスの時代に使われたホログラムであることを説明します。You see two paintings of hologram in this video. One is titled Adoration of the Magi and another one is Saint Jerome, painted by Leonardo da Vinci. Believe it or not, this is a message from Jesus after 1500 years in the Renaissance, saying that someday you will know this fact, and then you will know what I was. 2枚の絵画を紹介します。1枚は東方のサン博士の礼拝、もう1枚は聖ジェロームです。ダ・ヴィンチの作品と言われています。これらの絵はホログラムの様子を描いたものです。そしてそれが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。いつの日か君たちはこの事実を知るところとなるだろう。そしてその時君たちは私が何であったかを知るだろうと。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。 これが聖ジェロームです。で、この絵はどこかおかしい、どこか変なんですね。胸からお腹の部分です。ここにこんな奇妙なものが描かれています。これは何かということなんですね。拡大してみます。丸いものがここにあります。で、その周囲を見るとですね、どこか目のようなものも描かれているようです。これは顔なのでしょうかが、今までの流れの中でですね、ダ・ヴィンチがこのようなものを描いた例は他にありません。となると、他のものということになります。で、私はこの丸い部分に注目してみました。見覚えがあります。で、この丸い部分は何かですけども、アンドレア・デル・ペロッキョとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の中に似たものが描かれています。下の部分です。そうです。穴あきドルメンです。餌となった子供たちを閉じ込めておくための、言うなれば檻のようなものです。その穴あきドルメンがこのように描かれていました。となると、どうしてこのセント・ジェロームの腹の上に穴あきドルメンが描かれているかということになります。で、もう一度、東方のサン博士の礼拝の絵を見ていただきたいと思うんですけども、この絵はホログラムであることは証明しました。で、ここに2本の奇妙なラインがあります。先ほど皆さんにご覧いただいた通りです。で、これは私はホログラム特有のラインではないかと考えました。左は映画スター・ウォーズに出てくるホログラムです。で、右が東方のサン博士の礼拝の絵の中に描かれているマリアと、そして子供です。大変よく似ている。コンセプトが同じということに皆さんもお気づきになると思います。神は未完の対策など残さないですね。ですから、この絵にはこの絵の謎、秘密、そして1500年後のイエスからのメッセージが隠されているということになります。そして同じコンセプトで描かれたのが右の聖ジェロームの絵ということになります。そこでこの黄色い矢印に注意してください。このラインが一致しています。そして横のラインも一致しています。つまり岩のラインと一致しているということですね。そのラインがセントジェロームの腹、胸のラインと一致していきます。つまりこの胸から腹にかけてのこの部分は、その向こうの岩の様子が透けて見えるということになります。岩の向こうにと言いますかね、体の向こうの様子が透けて見えるということになります。セントジェロームの体を通してですね、セントジェロームの向こうにある岩の様子が透けて表に出ているということです。左の絵に注意してください。胸から腹にかけて向こうの絵を透けた状態にしました。これと同じことがセントジェロームの絵の中に残った、あるいは表現されているということになります。ホログラム特有の、要するに画像の乱れということになるのではないでしょうか。その向こうの岩の様子が透けて、そしてそれがセント・ジェロームの胸から腹に表現されているということです。すなわち、これがホログラムであるという一つの証拠になりますが、それだけではありません。このように、本来はその向こうの様子が見えるのですが、その前にホログラムを投影したということになります。これで向こうの岩の様子とお腹の様子が一致している理由がわかります。そして色がやや明るいのはホログラムの光が入り込んでいるということになります。もう一度確認してください。そのホログラムの向こうにある景色がホログラムで映された、投影された人物の体をですね、抜けてといいますか、そして表に出てきているということになるわけです。透けて向こうの人物の向こうの様子が見えるということになります。このラインに注意してください。つまり、セント・ジェロームの絵もホログラムの様子を描いたものだということになります。左の絵がホログラムですから、右の絵もホログラムということになります。が、これだけでは皆さん満足なさらないと思います。周りの様子を見ていただきたいと思います。この矢印のところに注意してください。同じように地下に入り込んだような状態で、その人物、つまりマリアとセント・ジェロームが表現されているということですね。今線で結んでみました。そして足元に注意してください。拡大してみます。全く同じです。何かしら画面の乱れといいますか、もやもやといいますか、水面のように表現されています。これ、まだ人間が持っていない技術なのかもしれません。ホログラム特有の画像の揺らぎと判断できます。ともかくも左右の様子が全く同じであるということに注意してください。足の表現の仕方も同じです。つまり、未完の大作ではなくて、これ自体が完成された作品であるということになります。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、未来の私たちのような人間にメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの技術を手にするだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうとです。a stupid restoration by the Uffizi Gallery, Florence, a hologram by Leonardo. As to the restoration, Florence News website writes as follows. The unfinished Leonardo's adoration of the Magi has emerged from a 6-year restoration, cleaner and brighter. It was unveiled at the Florence Uffizi Gallery by the museum director Eike Schmidt on Monday, March 27, 2017. The restoration was carried out by a team at the Opificio delle Pietre Dure, a research and conservation institute of the Italian Culture Ministry, directed by Marco Ciatti. Thus, the message of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance through Leonardo da Vinci, a puppet artist, has been deleted under the name of restoration by a stupid group of so-called researchers. It also writes as follows. The unfinished Leonardo da Vinci masterpiece, Adoration of the Magi, has emerged from a 6-year restoration, cleaner and brighter. No, no, no! God never leaves things unfinished. Never! 2017年3月27日、ダ・ヴィンチの書いた東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、修復されてしまいました。修復したのはマルコ・チアッティが指揮するイタリアの文化省の研究と保存研究所です。こうしてまたダ・ヴィンチの描いた絵に仕込まれた1500年後のイエスから私たちへの伝言が修復の名のもと消されてしまいました。愚かな愚かな、どこまでも愚かな修復です。記事にはこうあります。ダ・ヴィンチの未完の大作東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、よりクリアに明るくなりましたと。No, no, no! 神が未完の大作など残しません。繰り返します。神が未完の大作など残しません。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝という絵をご覧いただきます。これがその絵なんですけども、ではこれらの人々はどこにいるかということですね。で、今白枠で囲った部分にそのヒントがありました。皆さんをその場所へ案内しますが、私林博が発見する前にすでにそのことを論文にして発表していた人がいました。それはイタリア・ローマの、チルコ・マッシモという高台です。ローマのコロッセオの隣とお考えください。そこにこのチルコ・マッシモがあります。で、この部分ですね、この部分に注意してください。チルコ・マッシモです。このチルコ・マッシモ、つまり廃墟、もっと言えばローマ時代の廃墟ということになりますが、そのチルコ・マッシモの様子とダ・ヴィンチなる画家が描いたという東方三博士の礼拝の中に描かれている廃墟の様子が大変よく似ているということですが、ここで矛盾が生じてきます。マリアと赤子イエスの描かれたその背景はローマ時代の廃墟ということになるからです。エルサレム周辺にはこのような建物はありません。なおかつローマ時代はイエスが生まれた時にはまだ廃墟になっているはずもないのです。となると、この絵はいつどのようにして描かれたというのでしょうか。もう一度この絵を見てください。この白枠で囲んだ部分はイタリア・ローマのチルコ・マッシモということになります。下がその写真ですけども、似ている写真を集めてみました。確かにチルコ・マッシモです。となると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家、つまり1500年後のイエスは東方三博士の礼拝の絵の背景にこのようなローマ時代の廃墟を描いたというのでしょうか。高台にあって、その上には木が生えている点にも注意してください。矛盾がありません。これがその論文です。東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはローマのチルコ・マッシモだというのです。となると、この絵をどのように理解したらよいのでしょうか。その絵の中にはマリアと子供、つまりイエスが描かれています。そしてその背景にはローマ時代の廃墟の様子が描かれています。結論を先に言います。これはホログラムによってマリアとイエスが現れた様子を描いたものです。もちろん1500年後のルネサンスの時代にです。そのことは続く動画の中で証明しますが、このような形でここに描かれているのがホログラムであるという証拠の、あるいは傍証の一つとなりました。そして修復前にあった2本のラインが修復後には消えています。これこそまさに愚かな愚かな修復作業ということになります。つまり2本のラインがホログラムであった証拠ということになります。そのラインが消されています。続く動画を先に見てください。結論はその動画の後にもう一度話します。 Bye for now. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand, as Albert Einstein wrote. And here it is my pleasure to show you my imagination. That is to say that you see here in this video most likely a phonograph in the Renaissance era. In the painting of Madonna and her Holy Son, painted by Leonardo da Vinci, Madonna painted by him has only an outline with white blank only. Why? Because I just imagine it is a kind of a phonograph, now we call so. Here is my reason why I think so, and my answer, which is, at this moment, just my imagination. あくまでも今の段階ではイマジネーションですが、皆さんにルネサンス時代のホノグラフを紹介します。ダ・ヴィンチが描いたとされるイエス誕生の絵ですが、その絵の中ではマリアは白抜きの像として描かれています。なぜ白抜きなのか。私はこれをルネサンス時代のホノグラフではないかと思っています。ただそう思っているだけです。が、そう思うには思うだけの理由があります。その理由をこの動画の中で皆さんに説明します。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. According to the website of Takao Trick Art Museum in Tokyo, it writes about trick art as follows. The history of trick art is old and dates back to about 2,000 years ago. It had become an established art form by the time of the Renaissance era. The theme of the concept at the Takao Trick Art Museum is essentially the same as the illusionism of that era, namely creating the optical illusion that depicted objects really exist instead of being just two-dimensional paintings. Here is another example of a trick art painted by Leonardo da Vinci, a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years. Jesus Christ after 1500 years hid his own agenda behind this masterpiece. 見方によっては全く別のものに見える。それがトリックアートです。例えばこの絵を見てください。見方によってはアヒルにも見えます。が、見方によってはウサギにも見えます。これがトリックアートです。そしてこの絵は1500年後のイエスが描いた絵ということになりますが、この絵の黒い部分を見てください。見方によっては岩のようにも見えます。しかし、見方によっては穴のようにも見えます。これがトリックアートですね。で、1500年後のイエスは、このトリックアートを使って、自らのアジェンダを人間に伝えようとしました。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。ここに大変奇妙な一枚の絵があります。一応、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵です。イエス誕生の時の絵ですね。三人の賢者がやってきて、イエスの誕生を祝福しています。が、よく見ると、奇妙な点がいくつか浮かび上がってきます。このマリアの周りにですね、横線が入ってますね。これは何の線なんでしょうか？まあ汚れとも見えなくはないんですけども、こうして明度を上げたり下げたりしてみますと、渦のようなものが描かれ、その下には草のようなものも描かれています。そして足元には一人の老人が、います。この老人に注意してみてください。どうも様子がおかしいですね。何かしらこの老人は傷ついているように見えます。そうなんですね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。そしてこの老人の顔からも血が流れているのがわかります。肩のところにもその血が表現されています。汚れではないようですね。そして色も、全体に暗いんですけども赤い色をしています。この手もですね、何かしら輪郭がはっきりしませんね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。聖案と聖母子の絵の手法です。つまりこのような形でレオナルドなる画家はですね、血を描いたということになります。が、なぜこんなところに血を描いたかということになりますね。謎が謎を呼びます。検証を続けてみます。で、この絵の主題は、やはり、聖母、マリアということになります。で、このマリアの周辺を検証してみます。で、このマリアなんですけども、何かしら未完成のままという感じがしないでもありません。周囲の人物と比べても、白が多いということですね。しかしこれは未完成ではありませんね。このイエスの頭もおかしいですね。それから皮膚ですけども、例によって例のごとく皮膚がめくれている様が表現されています。人間ではなかったということを、このような形で1500年後のイエスが、表現したということになります。が、それは今日のテーマではありません。このマリアの周辺にも大変奇妙な部分がいくつかあるということです。最初に気がついたのは2本の縦線です。わかりますかね。今、印をつけていますが、この黄色い矢印で示したところの縦の線に注意してください。ここで絵の雰囲気、風合いが変わってますね。そして同じように右にもそれが表現されています。で、今黄色い線をつけてみました。で、この外側と線の内側とでは色の風合いが違います。まあ、外側の方は剥げたようにも見えますが、しかしよく見るときちんと線が描かれているのがわかります。決して汚れでできた線ではないということですね。つまり、意図的にこのように、まあ、書かれたということになります。なぜこんなところに、レオナルドなる画家はですね、2本の線を描いて、そして外側の風合いを変えたかということになります。謎がまた続きます。皆さん自身でしっかりと見てください。縦に2本線が走っているのがわかります。一体これらの人々はどこにいるというのでしょうか。で、ここからがトリックアートということになります。この絵のですね、右側、中央を見てください。ここですね。で、一見すると岩を背景に人々が、まあ、描かれているというように見えますが、これは岩ではなくて穴なんですね。上が地上で、下が、まあ、穴の中ということになります。アンダーグラウンドということになります。これが隠し絵なんですね。で、その穴の上にはですね、まあ、さざ波が表現されているということになります。注意深くご覧ください。ちょっと見にくいかもしれませんけども、これは岩窟の聖母の手法と同じ手法です。いわゆる、さざ波が書いてあるわけです。いわゆるまあ、キャンパスの、まあ、よれではないということですね。もしよれであるならば全体にそれがあるはずです。この黒い部分の下の部分に、そのさざ波らしきものが書かれているということになります。つまり、上半分が地上の世界、そして下半分が地下の世界ということになります。by 林博説です。つまり、これがトリックアートなんですね。一見すると、まあ、この人たちはすべて地上にいるように見えますが、実はそうではなくて、この白い線から下は、地下の世界ということになります。で、トリックアートの話に戻りますが、一見すると、これは、アヒルのようにも見えます。くちばしがありますね。しかし、見方を変えると、ウサギのようにも見えます。で、同じように、レオナルドなる画家が描いた絵もですね、一見すると、岩を背に、一人の女性がもたれかかっているように見えますが、同時にこの女性は穴の中にいるようにも見えます。で、レオナルドなる画家がですね、描きたかったのはむしろ下であった、つまり穴であったということになります。なぜこんな絵を描いたかですね。で、もう一度この絵に戻ってみます。この部分ですね。で、穴の中にいる。そして黄色い線から上が地上の世界。そして白い線で地上部分と地下部分が分かれる。ですから、上の絵と下の絵はですね、全く感じが違いますね。つまり、このような形で、レオナルドなる画家、つまり1500年後のイエスは、まあ、これらの人々が地下に住んでいた。あるいは地下に住む人々であったことを示しています。いかがでしょうか。これが私はトリックアートだと思います。だから上の絵と下の絵は全く感じが違います。大変こうアンバランスと言いますかね。釣り合わないと言いますか。連続性のない絵ということになりますが、しかし地上、地下に分けて考えますと、その謎も解けるということです。しかし、そこは大変恐ろしい世界でした。まあ、この人を見るまでもありませんが、私はこれは地と判断しました。聖安と聖母子の絵の中に表現されている地と同じです。つまり隠し絵ということになるわけですね。汚れではないですね。そして、明度を上げていますと赤い血の色が浮かび上がってきます。そしてこの人の顔も、まあ、血で、まあ汚れていると言いますか、血を流しています。ですから、まあこのような形でですね、1500年後のイエスは、マドンナいわゆる聖家族ですね。と、それからまあこの絵の中には3人の賢者が描かれてますけれども、これらの人たちは、まあ、そういった種類の人たちであるということを示しているということになります。それがまた1500年後のイエスのアジェンダということになります。で、最後にもう一つ。あの縦線、2本は何かということですね。私は、それは地上から、まあ、注いでくる光の柱だと、まあ、一応判断しています。地上から注いできた光がですね、地下の世界で、このような柱を作っているとです。いかがでしょうか。で、私のイマジネーションです。あくまでも私のイマジネーションです。これはレオナルドなる画家が描いたとされるイエス誕生の絵ですけども、どこかおかしいですね。中央のマリアだけが輪郭線だけで描かれています。つまり、白抜きであるということです。で、これは映画、スター・ウォーズの中に出てくるフォノグラフです。光を集めてこのような像を作り上げます。フォノグラフですね。で、そのフォノグラフではないかと私は考えています。そう考えると、また辻褄が合うわけですね。まあ、このように光を集めて巨像を作るというわけです。その巨像がレオナルドなる画家が描いたとされるイエスの誕生の絵の中に表現されているということになります。今の私には、そうであるという力が、フォースが大変強いです。そうでないという力が、つまりフォースが大変弱いです。まあ、あとは皆さんの判断ということになりますが、ひょっとしたらひょっとして、ということになります。つまり、イエスの誕生の中に描かれたマリアは、フォノグラフで表現されたマリアであるということになるかもしれないという話です。いかがでしょうか。1500年後のイエスの表現したフォノグラフによるマリアということになります。Bye for now.結論ということになります。冒頭でお見せした部分をもう一度ご覧ください。これが東方三博士の礼拝。英語の方でははっきりとマギとなっています。それはともかくも、これがその絵です。そしてこの絵、これは修復前の方ですけども、縦線が2本走っているのがわかります。そしてその背景には、ローマの廃墟のチルコマッシモが描かれています。矛盾しています。ダ・ヴィンチなる画家がですね、マリアとその赤子イエスを描きながら、その背景にローマ時代のローマの廃墟を描いたということになります。これがそのチルコ・マッシモの様子です。そして、まあ、先の学者の先生が言っておられるように、東方三博士の礼拝の背景に描かれているのは、このチルコ・マッシモだというのです。どう考えたらよいかということですね。それに対して、もっともらしく説明はなされています。その学者の意見によればですね、イエスが生まれた時にやがてローマは滅ぶだろうということで、わざわざ廃墟のローマを、まあ、描いたというわけです。が、そんなことはするでしょうか。つまりそれこそが学者一流のこじつけということになるのではないでしょうか。まあ、それはともかくも、今比較していただいていますけども、全く同じ場所というのは私が調べた範囲では見つかりませんでした。が、しかし大変よく似ているということですね。そして見方によってはですね、上の絵を見てください。屋根の上に木が生えているように見えます。そうなんです。チルコ・マッシモも全体として上が高台になっています。そしてその上には木が生えています。これが修復前の、東方三博士の礼拝ですけども、線が走っているのがわかります。この線は何かということですけども、このマリアを取り囲む人たちの顔、表情を見てください。喜んでいるようでも感激しているようでもありません。皆驚いた顔をしています。そうです。ホログラムを見せつけられた人々が皆驚いているのです。またそう解釈すると、この絵の様子もよくわかります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家を通してこの絵を私たちに残したということになりますが、この絵もまた修復されています。左が修復前の絵です。そして右が修復後の絵です。明るく見やすくなったとはいえ、肝心のラインが消されています。そしてあろうことか、未完のアンフィニッシュ、未完のマスターピース、大作として修復されています。神が未完の大作など残すはずはないのです。つまりこの絵はマリアと赤子イエスを見せるホログラムということになります。1500年後のルネサンスの時代にイエス・キリストが民に見せたホログラムということになります。では冒頭でお見せしました聖ジェロームの絵に戻ります。これが聖ジェロームです。でこの絵はどこかおかしい、どこか変なんですね。胸からお腹の部分です。ここにこんな奇妙なものが描かれています。これは何かということなんですね。拡大してみます。丸いものがここにあります。でその周囲を見るとですね、どこか目のようなものも描かれているようです。これは顔なのでしょうか。が今までの流れの中でですね、ダ・ヴィンチがこのようなものを描いた例は他にありません。となると他のものということになります。で私はこの丸い部分に注目してみました。見覚えがあります。でこの丸い部分は何かですけども、アンドレア・デル・ペロッキョとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵の中に似たものが描かれています。下の部分です。そうです。穴あきドルメンです。餌となった子供たちを閉じ込めておくための、言うなれば檻のようなものです。その穴あきドルメンがこのように描かれていました。となると、どうしてこのセント・ジェロームの腹の上に穴あきドルメンが描かれているかということになります。で、もう一度、東方の三博士の礼拝の絵を見ていただきたいと思うんですけども、この絵はホログラムであることは証明しました。で、ここに2本の奇妙なラインがあります。先ほど皆さんにご覧いただいた通りです。で、これは私はホログラム特有のラインではないかと考えました。左は映画スター・ウォーズに出てくるホログラムです。で、右が東方の三博士の礼拝の絵の中に描かれているマリアと、そして子供です。大変よく似ている。コンセプトが同じということに皆さんもお気づきになると思います。神は未完の大作など残さないですね。ですからこの絵にはこの絵の謎、秘密、そして1500年後のイエスからのメッセージが隠されているということになります。そして同じコンセプトで描かれたのが右の聖ジェロームの絵ということになります。そこでこの黄色い矢印に注意してください。このラインが一致しています。そして横のラインも一致しています。つまり岩のラインと一致しているということですね。そのラインがセントジェロームの腹、胸のラインと一致していきます。つまりこの胸から腹にかけてのこの部分は、その向こうの岩の様子が透けて見えるということになります。岩の向こうにと言いますかね、体の向こうの様子が透けて見えるということになります。セントジェロームの体を通してですね、セントジェロームの向こうにある岩の様子が透けて表に出ているということです。左の絵に注意してください。胸から腹にかけて向こうの絵を透けた状態にしました。これと同じことがセント・ジェロームの絵の中に残った、あるいは表現されているということになります。まあ、ホログラム特有の、要するに画像の乱れということになるのではないでしょうか。その向こうの岩の様子が透けて、そしてそれがセント・ジェロームの胸から腹に表現されているということです。すなわち、これがホログラムであるという一つの証拠になりますが、それだけではありません。まあ、このように本来はその向こうの様子が見えるのですが、その前にホログラムを投影したということになります。これで向こうの岩の様子とお腹の様子が一致している理由がわかります。そして色がやや明るいのはホログラムの光が入り込んでいるということになります。もう一度確認してください。そのホログラムの向こうにある景色がホログラムで映された、投影された人物の体をですね、抜けてと言いますか。まあ、そして表に出てきているということになるわけです。透けて向こうの人物の向こうの様子が見えるということになります。このラインに注意してください。つまりセント・ジェロームの絵もホログラムの様子を描いたものだということになります。左の絵がホログラムですから、右の絵もホログラムということになります。が、これだけでは皆さん満足なさらないと思います。周りの様子を見ていただきたいと思います。この矢印のところに注意してください。同じように地下に入り込んだような状態で、その人物、つまりマリアとセント・ジェロームが表現されているということですね。今線で結んでみました。そして足元に注意してください。拡大してみます。全く同じです。何かしら画面の乱れといいますか、もやもやといいますか、水面のように表現されています。これ、まだ人間が持っていない技術なのかもしれません。ホログラム特有の画像の揺らぎと判断できます。ともかくも左右の様子が全く同じであるということに注意してください。足の表現の仕方も同じです。つまり、未完の大作ではなくて、これ自体が完成された作品であるということになります。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に現れて、未来の私たちのような人間にメッセージを残したということになります。いつの日か君たちはこの技術を手にするだろう。そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうとです。セント・ジェロームの胸に注意してください。この赤い枠で囲った部分ですけども、一見するとドルメンのようですが、よく見るとここにやはり子供の顔が描かれているように思います。その顔は苦痛に歪み、怒りに満ち溢れ、そして口も歪んでいます。鼻は潰れ、目は恨みに満ち溢れています。この顔はダ・ヴィンチがあちこちに描いています。左はこれはシノレリの絵です。まさしく虐待を受けた子供の顔ということになります。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチは子供を食用とする当時の神々に対して、他の神々に対して激しい怒りを表現したものと私、林宏は判断しています。それがこの顔として表現されているのではないかということです。アナーキ・ドルメンはまさしくその子供といいますか、食用の子供たちを閉じ込めておく、つまりは檻であったということになります。トルコのアソスで見つかっている石棺からは人肉を溶かす化学物質も検出されています。つまり食用の石棺であったというわけですけども、その前の段階としてこのような檻にですね、子供を閉じ込めておいたということです。そのようにも見えるかなという、ある意味でスレスレの部分ですけども、やはり一連の流れをですね、もう一度見直してみるとですね、ここに苦痛に歪んだ子供の顔が描かれていたとしてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。つまりドルメンはですね、子供を閉じ込めておく、食用の子供を閉じ込めておく檻であったということになります。で、結論といいますか、後書きになりますが、左東方三博士の礼拝ですね。この絵とセント・ジェロームの絵の類似性から、一般に言われているようなダ・ヴィンチの未完の対策ではないということになるのではないでしょうか。どんな美術書にもですね、未完の対策と説明されています。つまり完成されていない対策というわけです。しかし神は1500年後のイエスは未完の対策など残すはずがないのです。今ご覧いただいているのは映画「スター・ウォーズ」の中のホログラムですけども、人間もこうした技術を持つことができるようになったわけですけども、同時にこうした技術をですね、逆に考えて、そうした技術を神々が持っていたとしてもおかしくはないということになります。で、この黄色いラインから私はそれを発見したわけであります。ちょうど長方形の形でこの部分だけが、要するに様子が違うというところなんですね。つまりホログラムによる画面の揺らぎ、あるいはバグのようなものであったかもしれません。そしてこのちょうど赤い枠で囲った部分がですね、後ろの岩と一致する。そしてこれを当てはめてみると、後ろの岩はですね、まさしく穴あきドルメンということになるわけです。やや位置がずれていますけども、繰り返しになりますが、左の方で私がそれを再現してみました。このような人物を置いて、ホログラムを映したとします。その時背景の一部がですね、表の方に映り込んでしまったというわけです。こうしてこのホログラム説がですね、補強されたということになります。東方三博士の礼拝の絵がホログラムである、その証拠にというわけではありませんけども、東方三博士の礼拝のマリアの周辺の人たちは、赤子イエスが生まれたことを喜んでいるというよりは、皆驚きおののいています。なんだこれは、なんだというような表情で、皆そのイエスとそのマリアの様子を見ています。つまりマリアとイエスの誕生を祝っている絵ではなくて、そこに現れたホログラムに驚いている絵ということになります。繰り返しになりますが、その上に描かれているのはローマ時代の廃墟です。マリアがイエスを設けたとしてもですね、その時代にまだローマのあの帝国が廃墟になっているはずがないのです。つまりここに描かれているのはホログラムであるということになります。ただ画像の揺らぎということにもなりますが、ちょうどセントジェロームの胸のあたりにある丸い穴がですね、やや左下にずれて上のですね、穴あきドルメンから映り込んでいるというふうにも考えられます。その穴をですね、ちょうど逆に斜め右上の方にずらしてみると、それはまさしく穴あきドルメン、人間の子供、食用の子供を閉じ込めておく穴あきドルメンということになるわけです。このような形で1500年後のイエスは、当時の世相といいますか、当時の風習、神々の他の神々の風習というものに対して激しい憤りを覚えていたというふうに私は解釈しています。そしてその憤りをですね、このような形で聖ジェロームの絵の中に表現したというふうに私は考えています。結論として言えることはですね、つまりは今から500年前ルネサンスの時代に、すでにこのようなホログラム、立体的な映像を人々の前に映すというホログラムがあったということになります。つまりこの絵そのものがですね、1500年後のイエスから未来の私たちのようなですね、人間に対するメッセージということになります。いつか君たちはこの事実に気がつくだろう。つまりこれがホログラムによって作られた映像であるということに気がつく時が来るだろうと。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろうということです。そして同時に君たち人間が何であって、そして君たち人間がどこから来て、そして君たち人間が私たち神々の息子であり娘であるということを知ることになるだろうとです。それが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Bye for now. いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、はるか先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろうと同時に、君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星マーズと永遠の神アイオン、2つの言葉を併せ持った名前、モナリザの絵の中に君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、はるか先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。Leonardo da Vinci painted a masterpiece with the title of The Adoration of the Magi, in which I, Hiroshi Hayashi, have claimed that a hologram of Madonna was expressed, together with the three Magi around her. You would know why I reckon so if you watch this video, but this is not the point for today's video. The point is that Antonio Campi also most probably painted a hologram of Jesus Christ in his painting named The Mystery of the Passion of Christ, as you see here. ダ・ヴィンチは東方のサン博士の絵の中でホログラムで映るマドンナを表現しました。アントニオ・カンピもまた同じ手法を用いてキリストの劇場の謎の絵の中でホログラムで映るイエス・キリストを表現しているのではないかというのが今日の動画の主題です。広志林Hamamatsu, Japan。 今皆さんにご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方のサン博士の礼拝です。この絵の中で表現されているマドンナ、つまり聖母はホログラムによって映し出されたマドンナであると私は判断しています。それについての説明はこの動画の後につなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。そして同じ手法で、あるいは同じ画法でアントニオ・カンピも自分の絵の中でホログラムによって映し出されているイエス・キリストを表現しているのではないかと私林博士は考えています。今日はそのホログラムのイエス・キリストについての動画です。これがアントニオ・カンピの書いた The Mystery of the Passion of the Christ、 つまりキリストの劇場の謎です。で、この絵の中の向かって左側の端に奇妙な絵が描かれています。今赤枠で囲ってみました。この赤枠で囲った部分に薄い赤いライトのようなものがついていることに皆さんもお気づきになると思います。赤線でそれを分かりやすくしてみました。そしてその先に映し出されたイエス・キリストの像が、浮かび上がっています。で、これは何かということですけども、ダ・ヴィンチの描いた東方のサン博士の礼拝の絵、つまりホログラム手法を、重ね合わせてみると、これもホログラムではないかという疑いが出てきました。というのもイエス・キリストがこのように表現されているのですけども、周りの人たちは皆一様に驚いています。この様子はですね、つまりはあのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる東方のサン博士の礼拝の絵と内容が酷似しています。周囲のマドンナの周囲の人たちは皆やはり同じように一様に驚いています。そういうことでこのイエス・キリストは、つまりはホログラムによって映し出されたイエス・キリストではないかと私は考えています。これだけですとね、ホログラムということは、ホログラム説というのは難しいかもしれませんけども、ダ・ヴィンチの東方のサン博士の礼拝を重ね合わせてみると、それもありかなという感じが強くなってきています。強くなったというよりも私はほぼ断定して良いのではないかと考えています。ということでもう一度このいわゆるキリストの劇場の謎の絵を、注意深くご覧いただきたいと思います。そして拡大してみるとですね、その周辺には複雑な金属的なですね機器が見えているような感じがします。見えているような感じがするだけで、これ以上詳しくといいますか検証の方法は今ありませんが、ともかくもこのようなですねハイテクな機器を使ってイエス・キリストがその前に映し出されている可能性があるということになります。言い換えると、私たちが神と呼んでいる上の人たちはこのようなハイテクな機器を使って人間の指導をその都度絶えず行ってきたということになるのではないでしょうか。それをはっきりさせるためにも、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方の三博士の礼拝の絵をもう一度皆さんと一緒に検証してみたいと思います。A Stupid Restoration by the Uffizi Gallery, Florence. A Hologram by Leonardo. As to the restoration, Florence News website writes as follows. The unfinished Leonardo's adoration of the Magi has emerged from a 6-year restoration cleaner and brighter. It was unveiled at the Florence Uffizi Gallery by the museum director Eike Schmidt on Monday, March 27, 2017. The restoration was carried out by a team at the Opificio delle Pietre Dure, a research and conservation institute of the Italian Culture Ministry, directed by Marco Ciatti. Thus, the message of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance through Leonardo da Vinci, a puppet artist, has been deleted under the name of restoration by a stupid group of so-called researchers. It also writes as follows. The unfinished Leonardo da Vinci masterpiece, Adoration of the Magi, has emerged from a 6-year restoration, cleaner and brighter. No, no, no! God never leaves things unfinished. Never. 2017年3月27日、ダ・ヴィンチの書いた東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、修復されてしまいました。修復したのはマルコ・チアッティが指揮するイタリアの文化省の研究と保存研究所です。こうしてまたダ・ヴィンチの描いた絵に仕込まれた1500年後のイエスから私たちへの伝言が修復の名のもと消されてしまいました。愚かな愚かな、どこまでも愚かな修復です。記事にはこうあります。ダ・ヴィンチの未完の大作、東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、よりクリアに明るくなりましたと。No, no, no! 神が未完の大作など残しません。繰り返します。神が未完の大作など残しません。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝という絵をご覧いただきます。これがその絵なんですけども、ではこれらの人々はどこにいるかということですね。で、今白枠で囲った部分にそのヒントがありました。皆さんをその場所へ案内しますが、私林博が発見する前にすでにそのことを論文にして発表していた人がいました。それはイタリア・ローマのチルコ・マッシモという高台です。ローマのコロッセオの隣とお考えください。そこにこのチルコ・マッシモがあります。で、この部分ですね、この部分に注意してください。チルコ・マッシモです。このチルコ・マッシモ、つまり廃墟、もっと言えばローマ時代の廃墟ということになりますが、そのチルコ・マッシモの様子とダ・ヴィンチなる画家が描いたという東方三博士の礼拝の中に描かれている廃墟の様子が大変よく似ているということですが、ここで矛盾が生じてきます。マリアと赤子イエスの描かれたその背景はローマ時代の廃墟ということになるからです。エルサレム周辺にはこのような建物はありません。なおかつローマ時代はイエスが生まれた時にはまだ廃墟になっているはずもないのです。となると、この絵はいつどのようにして描かれたというのでしょうか。もう一度この絵を見てください。この白枠で囲んだ部分はイタリア・ローマのチルコ・マッシモということになります。下がその写真ですけども、似ている写真を集めてみました。確かにチルコ・マッシモです。となると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家、つまり1500年後のイエスは東方三博士の礼拝の絵の背景にこのようなローマ時代の廃墟を描いたというのでしょうか。高台にあって、その上には木が生えている点にも注意してください。矛盾がありません。これがその論文です。東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはローマのチルコ・マッシモだというのです。となると、この絵をどのように理解したらよいのでしょうか。その絵の中にはマリアと子供、つまりイエスが描かれています。そしてその背景にはローマ時代の廃墟の様子が描かれています。結論を先に言います。これはホログラムによってマリアとイエスが現れた様子を描いたものです。もちろん1500年後のルネサンスの時代にです。そのことは続く動画の中で証明しますが、このような形でここに描かれているのがホログラムであるという証拠の、あるいは傍証の一つとなりました。そして修復前にあった2本のラインが修復後には消えています。これこそまさに愚かな愚かな修復作業ということになります。つまり2本のラインがホログラムであった証拠ということになります。そのラインが消されています。続く動画を先に見てください。結論はその動画の後にもう一度話します。 Bye for now. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand, as Albert Einstein wrote. And here it is my pleasure to show you my imagination. That is to say that you see here in this video most likely a phonograph in the Renaissance era. In the painting of Madonna and her Holy Son, painted by Leonardo da Vinci, Madonna painted by him has only an outline with white blank only. Why? Because I just imagine it is a kind of a phonograph, now we call so. Here is my reason why I think so, and my answer, which is, at this moment, just my imagination. あくまでも今の段階ではイマジネーションですが、皆さんにルネサンス時代のフォノグラフを紹介します。ダ・ヴィンチが描いたとされるイエス誕生の絵ですが、その絵の中では、マリアは白抜きの像として描かれています。なぜ白抜きなのか。私はこれをルネサンス時代のホノグラフではないかと思っています。ただそう思っているだけです。が、そう思うには思うだけの理由があります。その理由をこの動画の中で皆さんに説明します。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。According to the website of Takao Trick Art Museum in Tokyo, it writes about trick art as follows. The history of trick art is old and dates back to about 2,000 years ago. It had become an established art form by the time of the Renaissance era. The theme of the concept at the Takao Trick Art Museum is essentially the same as the illusionism of that era, namely creating the optical illusion that depicted objects really exist instead of being just two-dimensional paintings. Here is another example of a trick art painted by Leonardo da Vinci, a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years.Jesus Christ, after 1500 years, hid his own agenda behind this masterpiece. 見方によっては全く別のものに見える。それがトリックアートです。例えばこの絵を見てください。見方によってはアヒルにも見えます。が、見方によってはウサギにも見えます。これがトリックアートです。そしてこの絵は1500年後のイエスが描いた絵ということになりますが、この絵の黒い部分を見てください。見方によっては岩のようにも見えます。しかし、見方によっては穴のようにも見えます。これがトリックアートですね。で、1500年後のイエスは、このトリックアートを使って、自らのアジェンダを人間に伝えようとしました。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。ここに大変奇妙な一枚の絵があります。一応、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵です。イエス誕生の時の絵ですね。3人の賢者がやってきて、イエスの誕生を祝福しています。が、よく見ると、奇妙な点がいくつか浮かび上がってきます。このマリアの周りにですね、横線が入ってますね。これは何の線なんでしょうか。まあ汚れとも見えなくはないんですけども、こうして明度を上げたり下げたりしてみますと、渦のようなものが描かれ、その下には草のようなものも描かれています。そして足元には一人の老人が、います。この老人に注意してみてください。どうも様子がおかしいですね。何かしらこの老人は傷ついているように見えます。そうなんですね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。そしてこの老人の顔からも血が流れているのがわかります。肩のところにもその血が表現されています。汚れではないようですね。そして色も、全体に暗いんですけども赤い色をしています。この手もですね、何かしら輪郭がはっきりしませんね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。聖案と聖母子の絵の手法です。つまりこのような形で、レオナルドなる画家はですね、血を描いたということになります。が、なぜこんなところに血を描いたかということになりますね。謎が謎を呼びます。検証を続けてみます。で、この絵の主題は、やはり、聖母、マリアということになります。で、このマリアの周辺を検証してみます。で、このマリアなんですけども、何かしらこう、未完成のままという感じがしないでもありません。周囲の人物と比べても、まあ、白が多いってことですね。しかしこれは未完成ではありませんね。このイエスの頭もおかしいですね。それから皮膚ですけども、例によって例のごとく皮膚がめくれている様が表現されています。まあ人間ではなかったということを、このような形で1500年後のイエスが、まあ表現したということになります。が、それは今日のテーマではありません。まあ、このマリアの周辺にも大変奇妙な部分がいくつかあるということです。最初に気がついたのは2本の縦線です。わかりますかね？今、印をつけていますが、この黄色い矢印で示したところの縦の線に注意してください。ここで絵の雰囲気、風合いが変わってますね。そして同じように右にもそれが表現されています。で、今、黄色い線をつけてみました。で、この外側と線の内側とでは色の風合いが違います。まあ、外側の方は剥げたようにも見えますが、しかしよく見ると、きちんと線が描かれているのがわかります。決して汚れでできた線ではないということですね。つまり、意図的にこのように、まあ、描かれたということになります。なぜこんなところに、レオナルドなる画家はですね、2本の線を描いて、そして外側の風合いを変えたかということになります。謎がまた続きます。皆さん自身でしっかりと見てください。縦に2本線が走っているのがわかります。一体これらの人々はどこにいるというのでしょうか？で、ここからがトリックアートということになります。この絵のですね、右側、中央を見てください。ここですね。で、一見すると、岩を背景に人々が、まあ、描かれているというように見えますが、これは岩ではなくて、穴なんですね。上が地上で、下が、まあ、穴の中ということになります。アンダーグラウンドということになります。これが隠し絵なんですね。で、その穴の上にはですね、まあ、さざ波が表現されているということになります。注意深くご覧ください。ちょっと見にくいかもしれませんけども、これは岩窟の西部の手法と同じ手法です。いわゆる、さざ波が書いてあるわけです。いわゆる、まあ、キャンパスの、まあ、よれではないということですね。あ、それ、もしよれであるならば全体にそれがあるはずです。この黒い部分の下の部分に、そのさざ波らしきものが書かれているということになります。つまり、上半分が地上の世界、そして下半分が地下の世界ということになります。by 林博説です。つまり、これがトリックアートなんですね。一見すると、まあ、この人たちはすべて地上にいるように見えますが、実はそうではなくて、この白い線から下は地下の世界ということになります。で、トリックアートの話に戻りますが、一見すると、これは、アヒルのようにも見えます。くちばしがありますね。しかし、見方を変えると、ウサギのようにも見えます。で、同じように、レオナルドなる画家が描いた絵もですね、一見すると、岩を背に、一人の女性がもたれかかっているように見えますが、同時に、この女性は、穴の中にいるようにも見えます。で、レオナルドなる画家がですね、描きたかったのはむしろ下であった、つまり穴であったということになります。なぜこんな絵を描いたかですね。で、もう一度この絵に戻ってみます。この部分ですね。で、穴の中にいる。そして黄色い線から上が地上の世界。そして白い線で地上部分と地下部分が分かれる。ですから、上の絵と下の絵はですね、全く感じが違いますね。つまりこのような形で、レオナルドなる画家、つまり1500年後のイエスは、まあ、これらの人々が地下に住んでいた。あるいは地下に住む人々であったことを示しています。いかがでしょうか？これが私はトリックアートだと思います。だから上の絵と下の絵は全く感じが違います。大変こうアンバランスと言いますかね。釣り合わないと言いますか。連続性のない絵ということになりますが、しかし、地上、地下に分けて考えますと、その謎も解けるということです。が、しかし、そこは大変恐ろしい世界でした。まあ、この人を見るまでもありませんが、私はこれは地と判断しました。聖安と聖母子の絵の中に表現されている地と同じです。つまり隠し絵ということになるわけですね。汚れではないですね。そして、明度を上げていますと、赤い血の色が浮かび上がってきます。そしてこの人の顔も、まあ、血で、まあ汚れていると言いますか、血を流しています。ですから、まあこのような形でですね、1500年後のイエスは、マドンナ、いわゆる聖家族ですね、と、それからまあこの絵の中には3人の賢者が描かれていますけれども、これらの人たちは、まあ、そういった種類の人たちであるということを、示しているということになります。それがまた、1500年後のイエスのアジェンダということになります。で、最後に、もう一つ。あの縦線、2本は何かということですね。私は、それは、地上から、まあ、注いでくる光の柱だと、まあ、一応判断しています。地上から注いできた光がですね、地下の世界で、このような柱を作っているとです。いかがでしょうか。で、私のイマジネーションです。あくまでも私のイマジネーションです。これはレオナルドなる画家が描いたとされるイエス誕生の絵ですけども、どこかおかしいですね。中央のマリアだけが輪郭線だけで描かれています。つまり、白抜きであるということです。で、これは映画、スター・ウォーズの中に出てくるフォノグラフです。光を集めてこのような像を作り上げます。フォノグラフですね。で、そのフォノグラフではないかと私は考えています。そう考えると、また辻褄が合うわけですね。まあ、このように光を集めて巨像を作るというわけです。その巨像がレオナルドなる画家が描いたとされるイエスの誕生の絵の中に表現されているということになります。今の私には、そうであるという力が、フォースが大変強いです。そうでないという力が、つまりフォースが大変弱いです。まあ、あとは皆さんの判断ということになりますが、ひょっとしたらひょっとしてということになります。つまり、イエスの誕生の中に描かれたマリアは、フォノグラフで表現されたマリアであるということになるかもしれないという話です。いかがでしょうか。1500年後のイエスの表現したフォノグラフによるマリアということになります。Bye for now.結論ということになります。冒頭でお見せした部分をもう一度ご覧ください。これが東方三博士の礼拝。英語の方でははっきりとマギとなっています。それはともかくも、これがその絵です。そしてこの絵、これは修復前の方ですけども、縦線が2本走っているのがわかります。そしてその背景にはローマの廃墟のチルコマッシモが描かれています。矛盾しています。ダ・ヴィンチなる画家がですね、マリアとその赤子イエスを描きながら、その背景にローマ時代のローマの廃墟を描いたということになります。これがそのチルコ・マッシモの様子です。そして、まあ、先の学者の先生が言っておられるように、東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはこのチルコ・マッシモだというのです。どう考えたらよいかということですね。それに対してもっともらしく説明はなされています。その学者の意見によればですね、イエスが生まれた時にやがてローマは滅ぶだろうということで、わざわざ廃墟のローマを、まあ、描いたというわけです。そんなことはするでしょうか。つまりそれこそが学者一流のこじつけということになるのではないでしょうか。まあ、それはともかくも、今比較していただいていますけども、全く同じ場所というのは私が調べた範囲では見つかりませんでしたが、しかし大変よく似ているということですね。そして見方によってはですね、上の絵を見てください。屋根の上に木が生えているように見えます。そうなんです。チリコマッシモも全体として上が高台になっています。そしてその上には木が生えています。これが修復前の、東方三博士の礼拝ですけども、線が走っているのがわかります。この線は何かということですけども、このマリアを取り囲む人たちの顔、表情を見てください。喜んでいるようでも感激しているようでもありません。皆驚いた顔をしています。そうです。ホログラムを見せつけられた人々が皆驚いているのです。またそう解釈すると、この絵の様子もよくわかります。つまりこのような形で、1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家を通してこの絵を私たちに残したということになりますが、この絵もまた修復されています。左が修復前の絵です。そして右が修復後の絵です。明るく見やすくなったとはいえ、肝心のラインが消されています。そしてあろうことか、未完のアンフィニッシュ、未完のマスターピース、大作として修復されています。神が未完の大作など残すはずはないのです。つまりこの絵はマリアと赤子イエスを見せるホログラムということになります。1500年後のルネサンスの時代にイエス・キリストが民に見せたホログラムということになります。Leonardo da Vinci painted a masterpiece with the title of the Adoration of the Magi, in which I, Hiroshi Hayashi, have claimed that a hologram of Madonna was expressed, together with the three Magi around her. You would know why I reckon so if you watch this video, but this is not the point for today's video. The point is that Antonio Campi also most probably painted a hologram of Jesus Christ in his painting named The Mystery of the Passion of Christ, as you see here. ダ・ヴィンチは東方のサン博士の絵の中でホログラムで映るマドンナを表現しました。アントニオ・カンピもまた同じ手法を用いて、キリストの劇場の謎の絵の中でホログラムで映るイエス・キリストを表現しているのではないかというのが今日の動画の主題です。広志林浜祭りジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方の三博士の礼拝です。この絵の中で表現されているマドンナ、つまり聖母はホログラムによって映し出されたマドンナであると私は判断しています。それについての説明はこの動画の後につなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。そして同じ手法で、あるいは同じ画法で、アントニオ・カンピも自分の絵の中でホログラムによって映し出されているイエス・キリストを表現しているのではないかと私、林博は考えています。今日はそのホログラムのイエス・キリストについての動画です。これがアントニオ・カンピの書いたThe Mystery of the Passion of the Christ、 つまりキリストの劇場の謎です。で、この絵の中の向かって左側の端に奇妙な絵が描かれています。今赤枠で囲ってみました。この赤枠で囲った部分に薄い赤いライトのようなものがついていることに皆さんもお気づきになると思います。赤線でそれを分かりやすくしてみました。そしてその先に映し出されたイエス・キリストの像が、浮かび上がっています。でこれは何かということですけども、ダ・ヴィンチの描いた東方の三博士の礼拝の絵、つまりホログラム手法を、重ね合わせてみると、これもホログラムではないかという疑いが出てきました。というのもイエス・キリストがこのように表現されているのですけども、周りの人たちは皆一様に驚いています。この様子はですね、つまりはあのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる東方の三博士の礼拝の絵と内容が酷似しています。周囲のマドンナの周囲の人たちは皆やはり同じように一様に驚いています。そういうことでこのイエス・キリストは、つまりはホログラムによって映し出されたイエス・キリストではないかと私は考えています。これだけですとね、ホログラムということは、ホログラム説というのは難しいかもしれませんけども、ダ・ヴィンチの東方の三博士の礼拝を重ね合わせてみると、それもありかなという感じが強くなってきています。強くなったというよりも、私はほぼ断定して良いのではないかと考えています。ということで、もう一度このいわゆるキリストの劇場の謎の絵を、注意深くご覧いただきたいと思います。そして拡大してみるとですね、その周辺には複雑な金属的なですね、機器が見えているような感じがします。見えているような感じがするだけで、これ以上詳しくといいますか、検証の方法は今ありませんが、ともかくもこのようなですね、ハイテクな機器を使ってイエス・キリストがその前に映し出されている可能性があるということになります。言い換えると、私たちが神と呼んでいる上の人たちはこのようなハイテクな機器を使って人間の指導をその都度絶えず行ってきたということになるのではないでしょうか。それをはっきりさせるためにも、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方の三博士の礼拝の絵をもう一度皆さんと一緒に検証してみたいと思います。A stupid restoration by the Uffizi Gallery, Florence. A hologram by Leonardo. As to the restoration, Florence News website writes as follows. The unfinished Leonardo's adoration of the Magi has emerged from a 6-year restoration, cleaner and brighter. It was unveiled at the Florence Uffizi Gallery by the museum director Eike Schmidt on Monday, March 27, 2017. The restoration was carried out by a team at the Opificio delle Pietre Dure, a research and conservation institute of the Italian Culture Ministry, directed by Marco Ciatti. Thus, the message of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance through Leonardo da Vinci, a puppet artist, has been deleted under the name of restoration by a stupid group of so-called researchers. It also writes as follows. The unfinished Leonardo da Vinci masterpiece, Adoration of the Magi, has emerged from a 6-year restoration, cleaner and brighter. No! God never leaves things unfinished. Never! 2017年3月27日、ダ・ヴィンチの書いた東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、修復されてしまいました。修復したのはマルコ・チアッティが指揮するイタリアの文化省の研究と保存研究所です。こうしてまたダ・ヴィンチの描いた絵に仕込まれた1500年後のイエスから私たちへの伝言が修復の名のもと消されてしまいました。愚かな愚かな、どこまでも愚かな修復です。記事にはこうあります。ダ・ヴィンチの未完の大作、東方三博士の礼拝が6年をかけた修復作業の結果、よりクリアに明るくなりましたと。No, no, no! 神が未完の大作など残しません。繰り返します。神が未完の大作など残しません。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝という絵をご覧いただきます。これがその絵なんですけども、ではこれらの人々はどこにいるかということですね。で、今白枠で囲った部分にそのヒントがありました。皆さんをその場所へ案内しますが、私林博が発見する前にすでにそのことを論文にして発表していた人がいました。それはイタリア・ローマのチルコ・マッシモという高台です。ローマのコロッセオの隣とお考えください。そこにこのチルコ・マッシモがあります。で、この部分ですね、この部分に注意してください。チルコ・マッシモです。このチルコ・マッシモ、つまり廃墟、もっと言えばローマ時代の廃墟ということになりますが、そのチルコ・マッシモの様子とダ・ヴィンチなる画家が描いたという東方三博士の礼拝の中に描かれている廃墟の様子が大変よく似ているということですが、ここで矛盾が生じてきます。マリアと赤子イエスの描かれたその背景はローマ時代の廃墟ということになるからです。エルサレム周辺にはこのような建物はありません。なおかつローマ時代はイエスが生まれた時にはまだ廃墟になっているはずもないのです。となると、この絵はいつどのようにして描かれたというのでしょうか。もう一度この絵を見てください。この白枠で囲んだ部分はイタリア・ローマのチルコ・マッシモということになります。下がその写真ですけども、似ている写真を集めてみました。確かにチルコ・マッシモです。となると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家、つまり1500年後のイエスは東方三博士の礼拝の絵の背景にこのようなローマ時代の廃墟を描いたというのでしょうか。高台にあってその上には木が生えている点にも注意してください。矛盾がありません。これがその論文です。東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはローマのチルコ・マッシモだというのです。となると、この絵をどのように理解したらよいのでしょうか。その絵の中にはマリアと子供、つまりイエスが描かれています。そしてその背景にはローマ時代の廃墟の様子が描かれています。結論を先に言います。これはホログラムによってマリアとイエスが現れた様子を描いたものです。もちろん1500年後のルネッサンスの時代にです。そのことは続く動画の中で証明しますが、このような形でここに描かれているのがホログラムであるという証拠の、あるいは傍証の一つとなりました。そして修復前にあった2本のラインが修復後には消えています。これこそまさに愚かな愚かな修復作業ということになります。つまり2本のラインがホログラムであった証拠ということになります。そのラインが消されています。続く動画を先に見てください。結論はその動画の後にもう一度話します。Bye for now. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand, as Albert Einstein wrote, and here it is my pleasure to show you my imagination. That is to say that you see here in this video most likely a phonograph in the Renaissance era. In the painting of Madonna and her Holy Son painted by Leonardo da Vinci, Madonna painted by him has only an outline with white blank only. Why? Because I just imagine it is a kind of a phonograph, now we call so. Here is my reason why I think so, and my answer, which is, at this moment, just my imagination. あくまでも今の段階ではイマジネーションですが、皆さんにルネサンス時代のホノグラフを紹介します。ダ・ヴィンチが描いたとされるイエス誕生の絵ですが、その絵の中ではマリアは白抜きの像として描かれています。なぜ白抜きなのか。私はこれをルネサンス時代のホノグラフではないかと思っています。ただそう思っているだけです。が、そう思うには思うだけの理由があります。その理由をこの動画の中で皆さんに説明します。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. According to the website of Takao Trick Art Museum in Tokyo, it writes about trick art as follows. The history of trick art is old and dates back to about 2,000 years ago. It had become an established art form by the time of the Renaissance era. The theme of the concept at the Takao Trick Art Museum is essentially the same as the illusionism of that era, namely creating the optical illusion that depicted objects really exist instead of being just two-dimensional paintings. Here is another example of a trick art painted by Leonardo da Vinci, a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years. Jesus Christ after 1500 years hid his own agenda behind this masterpiece. 見方によっては全く別のものに見える。それがトリックアートです。例えばこの絵を見てください。見方によってはアヒルにも見えます。が、見方によってはウサギにも見えます。これがトリックアートです。そしてこの絵は1500年後のイエスが描いた絵ということになりますが、この絵の黒い部分を見てください。見方によっては岩のようにも見えます。しかし、見方によっては穴のようにも見えます。これがトリックアートですね。で、1500年後のイエスは、このトリックアートを使って、自らのアジェンダを人間に伝えようとしました。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.ここに大変奇妙な一枚の絵があります。一応、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる絵です。イエス誕生の時の絵ですね。三人の賢者がやってきて、イエスの誕生を祝福しています。が、よく見ると、奇妙な点がいくつか浮かび上がってきます。このマリアの周りにですね、横線が入ってますね。これは何の線なんでしょうか？まあ汚れとも見えなくはないんですけども、こうして明度を上げたり下げたりしてみますと、渦のようなものが描かれ、その下には草のようなものも描かれています。そして足元には一人の老人が、います。この老人に注意してみてください。どうも様子がおかしいですね。何かしらこの老人は傷ついているように見えます。そうなんですね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。そしてこの老人の顔からも血が流れているのがわかります。肩のところにもその血が表現されています。汚れではないようですね。そして色も、全体に暗いんですけども赤い色をしています。この手もですね、何かしら輪郭がはっきりしませんね。私はこれを血と判断しました。ブラッドと判断しました。聖案と聖母子の絵の手法です。つまりこのような形でレオナルドなる画家はですね、血を描いたということになります。が、なぜこんなところに血を描いたかということになりますね。謎が謎を呼びます。検証を続けてみます。で、この絵の主題は、やはり、聖母、マリアということになります。で、このマリアの周辺を検証してみます。で、このマリアなんですけども、何かしら未完成のままという感じがしないでもありません。周囲の人物と比べても、白が多いということですね。しかしこれは未完成ではありませんね。このイエスの頭もおかしいですね。それから皮膚ですけども、例によって例のごとく、皮膚がめくれている様が表現されています。人間ではなかったということを、このような形で1500年後のイエスが、表現したということになります。が、それは今日のテーマではありません。このマリアの周辺にも大変奇妙な部分がいくつかあるということです。最初に気がついたのは、2本の縦線です。わかりますかね？今、印をつけてみますが、この黄色い矢印で示したところの縦の線に注意してください。ここで絵の雰囲気、風合いが変わってますね。そして同じように右にもそれが表現されています。で、今黄色い線をつけてみました。で、この外側と線の内側とでは色の風合いが違います。外側の方は剥げたようにも見えますが、しかしよく見るときちんと線が描かれているのがわかります。決して汚れでできた線ではないということですね。つまり意図的にこのように、書かれたということになります。なぜこんなところにレオナルドなる画家はですね、2本の線を描いて、そして外側の風合いを変えたかということになります。謎がまた続きます。皆さん自身でしっかりと見てください。縦に2本線が走っているのがわかります。一体これらの人々はどこにいるというのでしょうか？で、ここからがトリックアートということになります。この絵のですね、右側、中央を見てください。ここですね。で、一見すると岩を背景に人々が、描かれているというように見えますが、これは岩ではなくて穴なんですね。上が地上で、下が、穴の中ということになります。アンダーグラウンドということになります。これが隠し絵なんですね。で、その穴の上にはですね、さざ波が表現されているということになります。注意深くご覧ください。ちょっと見にくいかもしれませんけども、これは岩窟の聖母の手法と同じ手法です。いわゆる、さざ波が書いてあるわけです。いわゆるキャンパスの、よれではないということですね。それ、もしよれであるならば全体にそれがあるはずです。この黒い部分の下の部分に、そのさざ波らしきものが書かれているということになります。つまり、上半分が地上の世界、そして下半分が地下の世界ということになります。by 林弘説です。つまり、これがトリックアートなんですね。一見すると、この人たちはすべて地上にいるように見えますが、実はそうではなくて、この白い線から下は地下の世界ということになります。で、トリックアウトの話に戻りますが、一見すると、これはアヒルのようにも見えます。くちばしがありますね。しかし、見方を変えると、ウサギのようにも見えます。で、同じように、レオナルドなる画家が描いた絵もですね、一見すると岩を背に一人の女性がもたれかかっているように見えますが、同時にこの女性は穴の中にいるようにも見えます。で、レオナルドなる画家がですね、描きたかったのはむしろ下であった、つまり穴であったということになります。なぜこんな絵を描いたかですね。で、もう一度この絵に戻ってみます。この部分ですね。で、穴の中にいる。そして黄色い線から上が地上の世界。そして白い線で地上部分と地下部分が分かれる。ですから、上の絵と下の絵はですね、全く感じが違いますね。つまり、このような形で、レオナルドなる画家、つまり1500年後のイエスは、これらの人々が地下に住んでいた。あるいは地下に住む人々であったことを示しています。いかがでしょうか。これが私はトリックアートだと思います。だから上の絵と下の絵は全く感じが違います。大変アンバランスと言いますかね。釣り合わないと言いますか。連続性のない絵ということになりますが、しかし地上、地下に分けて考えますと、その謎も解けるということです。しかし、そこは大変恐ろしい世界でした。この人を見るまでもありませんが、私はこれは地と判断しました。西安と西星の絵の中に表現されている地と同じです。つまり隠し絵ということになるわけですね。汚れではないですね。そして、明度を上げていますと、赤い血の色が浮かび上がってきます。そしてこの人の顔も、血で、汚れていると言いますか、血を流しています。ですから、このような形でですね、1500年後のイエスは、マドンナ、いわゆる聖家族ですね、と、それからこの絵の中には3人の賢者が描かれてますけれども、これらの人たちは、そういった種類の人たちであるということを示しているということになります。それがまた、1500年後のイエスのアジェンダということになります。で、最後に、もう一つ。あの縦線、2本は何かということですね。私は、それは、地上から、注いでくる光の柱だと、一応判断しています。地上から注いできた光がですね、地下の世界で、このような柱を作っているとです。いかがでしょうか。で、私のイマジネーションです。あくまでも私のイマジネーションです。これはレオナルドなる画家が描いたとされるイエス誕生の絵ですけども、どこかおかしいですね。中央のマリアだけが輪郭線だけで描かれています。つまり、白抜きであるということです。で、これは映画スターウォーズの中に出てくるフォノグラフです。光を集めてこのような像を作り上げます。フォノグラフですね。で、そのフォノグラフではないかと私は考えています。そう考えると、また、辻褄が合うわけですね。このように光を集めて、巨像を作るというわけです。その巨像が、レオナルドなる画家が描いたとされるイエスの誕生の絵の中に表現されているということになります。今の私には、そうであるという力が、フォースが大変強いです。そうでないという力が、つまりフォースが大変弱いです。あとは皆さんの判断ということになりますが、ひょっとして、ということになります。つまり、イエスの誕生の中に描かれたマリアは、フォノグラフで表現されたマリアである。ということになるかもしれない。という話です。いかがでしょうか。1500年後のイエスの表現したフォノグラフによるマリアということになります。Bye for now.結論ということになります。冒頭でお見せした部分をもう一度ご覧ください。これが東方三博士の礼拝。英語の方でははっきりとマギとなっています。それはともかくも、これがその絵です。そしてこの絵、これは修復前の方ですけども、縦線が2本走っているのがわかります。そしてその背景にはローマの廃墟のチルコマッシモが描かれています。矛盾しています。ダ・ヴィンチなる画家がですね、マリアとその赤子イエスを描きながら、その背景にローマ時代のローマの廃墟を描いたということになります。これがそのチルコ・マッシモの様子です。そして、先の学者の先生が言っておられるように、東方三博士の礼拝の背景に描かれているのはこのチルコ・マッシモだというのです。どう考えたらよいかということですね。それに対してもっともらしく説明はなされています。その学者の意見によればですね、イエスが生まれた時にやがてローマは滅ぶだろうということで、わざわざ廃墟のローマを描いたというわけですが、そんなことはするでしょうか。つまりそれこそが学者一流のこじつけということになるのではないでしょうか。それはともかくも、今比較していただいていますけども、全く同じ場所というのは私が調べた範囲では見つかりませんでしたが、しかし大変よく似ているということですね。そして見方によってはですね、上の絵を見てください。屋根の上に木が生えているように見えます。そうなんです。チルコ・マッシモも全体として上が高台になっています。そしてその上には木が生えています。これが修復前の、東方三博士の礼拝ですけども、線が走っているのがわかります。この線は何かということですけども、このマリアを取り囲む人たちの顔、表情を見てください。喜んでいるようでも感激しているようでもありません。皆驚いた顔をしています。そうです。ホログラムを見せつけられた人々が皆驚いているのです。またそう解釈するとこの絵の様子もよくわかります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチなる、操り人形芸術家を通してこの絵を私たちに残したということになりますが、この絵もまた修復されています。左が修復前の絵です。そして右が修復後の絵です。明るく見やすくなったとはいえ、肝心のラインが消されています。そしてあろうことか、未完のアンフィニッシュ、未完のマスターピース、大作として修復されています。神が未完の大作など残すはずはないのです。つまりこの絵はマリアと赤子イエスを見せるホログラムということになります。1500年後のルネサンスの時代にイエス・キリストが民に見せたホログラムということになります。それがこの動画の結論ということになります。バイ。